はい。うん、長いね、話ね。ごめんね。いつものことやから。いつものこと。ヒデさんと、ヒデさんのファンとの思い出はほんま尽きないから、うん、もう何時間あっても喋れるし、ね、ほんまに喋れる。うん、の中でまあ一つあるのが、うん、松本博士。うん、切れる。切れる。笑えねえ話っていう。あ、そうなの。笑えねえ。ビッグモカー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 チャンネル。わー。さて、夏だったっけな、うん、クラブサイエンス、夏の陣っていうのが確か、うん、タイトルそんなような名前だった気しますわ。うん、クラブサイエンスっていうね。うん、まあ、通称ください。当時からやってましてですね。まあ、その前夜祭ということで、海ヶ瀬公園。うん、通称海ヶ瀬公園の敷地内にイデミュージアムっていうのがあって、うん、で、その間に、まあ、コートがあって、で、ちょっと、あの、丘のある。で、その隣の隣にとかバーベキューがあって、うん、まあ、結構緩い場所で、いろんな意味で。うんうんうん、バーベキューしようや、言って。うん、まあ夜みんなでどんちゃん騒ぎしよう言って、まあ周り民家ないしな、うんうん、今は分からんで怒られるかもしれんけど、何故か20年ぐらい前の話なんで、それはちょっとね、20年ぐらい集まったのかな、もっと集まったのかな、うん、野外パーティー、まあ、酒飲んだり、俺は酒飲めないんで酒飲まなかったですけど、うん、酒飲んだり音楽流したりいろいろやってたわけですよ、うん、その時にですね、うん、花火もまあやっとったんですよ、うん、俺らじゃなくて違うやつだな、うん、違う俺ら全然知らない、うん、まあ、どうも話すと外国の方らしいですわ、うん、外国の方がロケ花火をしてたらしい、うん、現場には俺もいたけども、うん、その違う方向を見とったから知らんかったけど、うん、俺らとは全く関係ないグループが、うん、ヒデミュージアムに向けてロケット花火を打ち込んだと、うん、あら、マジか、マジって、お、知らんやん、そんな俺見てへんし、うん、あ、ロケット花火やってんなーと思ってたけども、まさかヒデミュージアム向かってやってると思ってなかったから、うんうん、で、うん、まあそうこうしてて、うん、わーってやったら、うん、テケテケテケと、うん、ごっついクマみたいな人が歩いてきたわけですよ、うん、あれ、ヒロシさんと思って、うんうん、あ、ヒロシさんや、お疲れっす、どうしました、うん、初めはちょっと優しい感じの口調で、うん、もうさ、お前ら花火やってたか、俺らやってないっすね、もうならええんだろうさ、うん、で、そういえばつって誰かが、うん、あ、そういえばなんか、向こうの方で、花火、ロケット花火やってました。どいつだーって、なかったんすか、わかるだろ、ヒデミュージアムにゃ、どんな思いで俺らが作ったかわってんだかみたいな、いちぎれて、え、なんでこうと、ロケット花火がヒデミュージアムに飛んできたんだよ、バカやからーと。はっはっは、次で。え、俺らじゃないっすよ、そんなするわけないじゃないっすか、じゃあ当たり前やな、やるわけないからさ。こんなスタイっしょー言うて、どいつやーって、いや、向こうの歩いてきましたって誰か言うて、マジかーって、クマさんが。もうクレイジーで、上半脱いで、やばい、ぶち切れとると思って、当時、まあ、ご方とか誰かやった、俺、で元暴走族の総長、で、まあ、ガツガツいい男、3人がかり。で止めてんだよ、うん、止まらへんねん。もうこんなんよ、こ、あ、もうこれこれ必死こいつ足とか止めてんだよ、やってさ、落ち着いてください、落ち着いてくださいって、俺らどうにか調べて探し出て言いますんで言って、もうやばかったね、終わった言うて、まあヒロシさんはまあ帰って、うん、まあちょっと話して帰った後にあるスタッフが来て、うん、これっつって差し入れで、うん、ポカリかなんかかな、確か、うん、飲みすぎになる飲みかわかんないけど、うん、ワンケース、うん、ドーンっつって、うん、息だよね、さっきはすまんかったなっつって、うん、歩道のみ遊べようみたいな感じで、うん、持ってきてくれて、うん、ヘロッサーみたいな、うん、
で、次の日、イベントやん。もうお返しや、言うて、うん、俺らがまた、ビール一ケース、うん。もうイベント始まってる。うん、もうクラブサイエンスやけど、もう関係ないから。うん、で、もう、昨日いた連中、うん、結構前とかにいて、うん、次回のよりバーッと見て、ひろしさーいこれ決まるやつっしゃーい渡したっていう。という話です。か、あれはほんまビビったね。ほんとビビった。ビグモカ。ビグモカ。まあそういういろいろね、まだ。まだまだいっぱいありますわ。いろんな伝説がありますね。で、ミュージアム。まあ結婚式もやっぱね、あったしね。俺らはいかんかったけど。結婚式。そうそうそう。あそこで。もう伝説のファイヤーシェフっつってね。ヒデミュージアムって。まあ、ヒデさんの考えなんでね、とりあえず何でも使えっていう感じなのかな。うん、シェフよ。クラブサイエンス、カフェラサイエンス、ライブ。ヒデミュージアムのところに、中にある、カフェラサイエンスっていうライブハウス。で、まあ、通常営業の時はもう、まあ、カフェや。めっちゃうまいんですよ。で、そこの人もなぜか DJ をするというね。それで、DJ ファイヤーシェフだかなんかっていう名前やって、え、なんでやろうかって、で、いきなり映像流れてきて、厨房に隠しカメラっていうのかな、なんか要は厨房内を映せるようにっつって付け取ってんな、帽子かぶって暗い外でこうやってたらブワーって上がってえぐいぐらいのみたいな、それでさ、ファイヤーシェフみたいな。そういうこと。そう、そっからファイヤーシェフになる。シュリンプもそうや。VJ シュリンプはなぜ VJ シュリンプかというと、エビ嫌いなのにもかかわらず、エビ嫌いというか、エビ食べれるっていうことが知らなかったらしくて、食べたらアレルギー反応で、そっからシュリンプっていう名前に、ヒデさん命名。だから当時、のクラブサイエンスとか、いろんなまあイベントの時に VJ シュリンプって出演ね、でエビのやったからね、あ、そうなんやその時に初めて稲さんともお会いして、あれ何やったっけな、あれもやっぱクラブサイエンスだったかな、違う時のクラブサイエンスかなんかの時に、DJ 稲さんターンの時は必ず音が飛んだりとか、いきなり曲がピタッとなったりとか、必ず一回はね、絶対ヒデちゃんのいたずらしか考えられないやろっていう、わーってみんなされて、ピタッと一瞬止まって、一瞬とか結構止まって、どうしようってなって、皆さんが、そこの騎士団って指さされて、お前だよお前っつって、俺かみたいな。前もちょっとマイク持てみたいな。あーつって、俺かーつ、そこから、ピグモン伝説というか、早朝伝説というか、そこでキャップを浴び始め、みんな知れ渡るようになってしまい、そっからっすよ。そっから早朝とか、言われ始めるように。その時までまだピグモンじゃなかったからね、名前。まだピグモンっていう名前ではなかったっす。ちょっとしてからピグモンっていう名前になったんだけど、まあこれもちょっといろいろ。だから本当に初期の頃のヒデミュージアム行ってた子たちは、俺のことを本名で呼んだりするな。あそこで、出会いもあり、別れもあり、いろんなことあったな。ヒナさんもそうやし、大ちゃんもそうやし。みんなそうだね。みんなそうだね。まあ、それこそジョージさんとか、木村のせいちゃんとかは、また違う聖地。和歌山のレモネード。カフェさんで、レモカフェさんでとか。カット君もそうかな。どっちかっていうと。あ、まあ、知ってたし、顔で、あ、どうもどうも、いつもお世話になってます。お世話、あの、いつもありがとうございます。あ、こちらこそ、みたいな、そういう挨拶程度は、ヒデミュージアムとかでもあったけども、まあ、ジョージさんやね、一番は。一番なんか、おっかね兄貴として、ほんまにレディースルームのジョーさんでも入っとるし、やっぱし、ヨシキさんの査定とか、唯一ヒロシさんに、
タメ口で、うん、うわーって言えるのがもうひとりさんっていう、うん、もうおっかねえ人よ、うん、もうガキ大将映画版財布以上の人なのよだったんだけども、うん、まあそれはまあレモンカフェさんで、うん、いろいろとお世話になって今に至るんだけども、うん、今でもああいう扱いですけどね。だね、うん、私一旦最初初めてジョージさんを生で見た時が、うん、あのピグちゃんにポーン蹴り入れてたっていうね、うん、邪魔っていや普通にそれが初対面、初対面やからどうでした初めての初対面。ちょっと衝撃やった衝撃やった、うん、お金払って、うん、あるライブハウスのイベントライブなど入って、うん、もう当時はまたタバコ吸えます、喫煙場所でタバコ吸ってました、うん、そのファンたちと一緒に喋ってました、うんうん、隣にモカさんいました、うん、普通に喋ってたら後ろからダーンタコーンタコーン結構俺方いい方やで、うんあーって思ったらジョージさんがそこに立ってたと邪魔でもその後のねジョージさんに優しかったやろ、うん、あの時でも一番俺病んでた頃やろ。そうあーそやね、はい、一番病んでた頃にジョージさんに会った時ライブ終わって車でピュってジョージさんが帰り際に車の窓をビーンって下げて気をつけて帰れよって声かけてもらって、うん、えおいピー気をつけられよちゃんと連れることつって、うん、泣きそうになってたもん。泣いたでほんまに、うん、ビグモカビグモカヒデミュージアムの話に戻しますけども、うん、そのベースつながりで言うと、うん、ケンケンですな。ケンケンですわ、うん、衝撃でしたね。ケンケンとの出会い、ケンケンってあの金子ケンジさんまあ、ケンケンとの出会いも、うん、確か MLJ か、うん、メモデーか、ヒデバカのどれかと思うねんけども、うん、ヒデミューに行くときに必ず行ってた連れがおるんですけども、うん、その子と一緒に今、前のようにヒデミュージアム行きましたと、うん。結構、ヒデミュージアムってまあ、結構緩いところで、うん、もうまあ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 、もう自己案件やから話すけど、うん、まあ俺ももちろん二十歳過ぎてるで、うん、で普通にヒデミュージアム普通にタバコ吸えて、うん、タバコバーってほべーっと吸っとって、うん、でそのヒデミュージアムの館内というかヒデミュージアムがあってその外、うん、まあヒデミュージアムの中っちゃ中なんだけどまあ、うん、野外に、うん、敷地内のそう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 野外屋外屋そう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 、うん、屋外に、うん、まあ敵屋さんというかさビールとか、うん売るような屋台が出るわけです。うん、それが、ピ、う、グ、ん、どさ、小じきがいるっていうか、タバコ吸いながら、うん、その小じきさん、うん、普通に並んでこう、パッと、全身黒で黒いロン毛の糸。むっこつきよあれ若いの小じみたいな格好して、と思って、うんまあ、イベント始まりました。うん、で、また、連れが、ピグ、腰引きが立ってる。ほんまやで、周り、ケンケン、ケンケン あれがケンケンみたいな。あれがケンケンなんや思って、ベース弾いた時、うん、これだね。うん、何にと思って、あの、ベトついた髪の毛だと思ったら、サラサラ。あ、そうなんや。いや、サラサラやん。イケメンやん、みたいな。その時が、二枚舌っていうバンドや。大ちゃん、スティーブさん、バンジョー、うん。めっちゃ、すごいおもろい。二枚舌、うん。で、その時に、が、ケンケンとの出会いだったり、大、うん、ちゃんとの出会いだったり、するね、うん。出会いというか、まあ、絡むようなところか、絡まれるようになったというか。で、久々会った、そのさっき話してた時のライブの時に大ちゃんも出てたんだけど、うん、久々大ちゃんに会えると思って目合った瞬間、君か。その一言みたいな。うん、言ってた、ね。哀愁漂うこと。うん、君か。
もっとさ、俺お金払ってるんやからさ、もっとあのリップサービスとかさ、あ、久しぶりじゃんとか言ってくれても構わへんやん。何あの言ってたな扱いよ。ビグモカ。ビグモカ。ねえ、その後ぐらいから、うん、もう結構ちょこ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 で、ミュージック始めて、うん、っていうね。まあ、ヒデミュージアムは、すごいところやった。今じゃ考えられない。だって、イクゾーさんもそこで出会ったんだ。うん、すごい。そうだ。ドラゴンアスのイクゾーさんとも、うん、との出会いも、うん、いや、もちろん知ってたで。うん、だから生愛というかさ、本当にこの距離感でお話とかする。だから本当にヒデミュージアムって、空の上の人たちが下界に降りて、こんなもう、ろくな下僕、以下な人間とも対等に話せる場所やった。だって、稲さんとかさ、パタさんとかさ、大ちゃん、育三さん、もういっぱいおるよ。で、だってヒデミュージアムの会館の何カットっていうのはリボンカットするやつ。そうそうやつ。リボンカットっていうのは、うん、あの会館の、あれ、うん、当時は大臣の頃か。もう、まあ、小泉さんやからな。ああ、そうやな。映像では。そうそう、小泉さんやもそうや。わっき、下手ってなくはさ、そんな感じ、うん。真面目にみんな遊んでた。本当に。うん、みんな楽しそう。本当にとったしね。一番そのヒデミュージアムの中で、一番の伝説がやっぱ9月25日の閉館日やるんだけど、もうその時もすごかったなぁ。うん。まあその辺はまた後々話していくというか。ね、ちょっとコラボとかやってね。そうね。うん。コラボ募集してまーす。我こそはヒデミュージアム、何度も行っていろいろ語られるぞっていう方、まあ、ヒデミュージアムに関わらず、ヒデミュージアムに関わらず、そうだよね。ヒデさんのいろんな話、ね、そうそう、ヒデミュージアム。しましょう、楽しくしましょうっていう。楽しくトーク。トークして、ズームとか、そうだね、ズームでも何でもね。うん。したいね、いろんな人と。ね、したいね。うん。ビグモカ。ビグモカ。今年のその、ヒデさんの、またミュージアム、うん、やるんやろ、ヒデミュージアム。うん、延期になっちゃってる、うん、この今撮影してる時もまだ延期、うん、だから中止だか分かんないけど延期で、今度のやつはその「ヒデって誰ぞや」的な、うんうん、なんか、うん、新しいファンの視点で、うん、ヒデとは何ぞや、うん、最後に一言「ヒデとは何ぞや」何ぞやって言われてもな、一言ではね、ヒデとは、うん、ヒデです、はい、ではここで終わるの、はい、ここで締めるの、締めましょうか、はい、ではでは、またまた。チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね、愉快で楽しいビグモカチャンネル、こんにゃろめ。